はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日もケウシーファースト突破シリーズー、本日はですね、ディスコードよりヤトさんから教えていただいた、貼っていただいたデッキとなってます。いつもね、ヤトさんなんか面白いデッキで突破されてるんで、結構尊敬してるんですけども、一方的にね、今回はセプスロワナモンデッキですね。ワナモンセプスロと言われてるデッキ、これね、セプスロって皆さん覚えてます？そもそもセプターとスローネっていうこのモンスターですね。これ覚えてます？もう最近マジでリミットかかって誰一人使ってないから覚えてない可能性あるけど、セプスロー、まあ、簡単に言うとセプターとスローネが手札に揃った場合、ガチでやべえことが起きるっていう、まあそういうモンスターですね。で、ランク4のあが3体、あ、レベル4が3体並ぶんでランク4をバンバン立っていけるよみたいな、そういうね、デッキになってるんですけれども、そこに、ワナモンですね。ワナモンスター、クモヨの土蔵とか、あとソウルオブスタチューとか、この、オルタガイソエムレルフとか、この辺のカードたちを組み合わせて、クモヨはね、自分がいる状態でドラップモンスターが出ると、相手のカードを1枚、何でもね、1枚破壊できるよっていう効果と、あと、ソウルオブスタチューはね、自身以外のワナモンスターが破壊される場合はもう1回セットできるよっていう効果を持ってるんで、まあ、この辺はすごい相性がいいということで、はい。で、エミレルフは、これオルタガイストのこの、マリオネッタっていうモンスターから、セットできるんですよ。だから一番アドバンテージ、1アドバンテージ稼げるんで、だから入ってますね。はい。非常に強いです。で、消化器はそんなにね、そこまで使わないんで。なんで、まあ別にここ、マリオネッタガン積みしちゃってもまあいいかなっていう、そういう構築になってますね。で、展開系のデッキに刺さる釣り天井を1枚追加しておいて、まあ、ソウルオブスタチューの効果でね、もう一回クモヨをセットしたりとか、相手のカードだけを、まあ、もちろんバコーンとぶち壊してもいいというそんな感じのデッキになってます。使ってみたんですけど、私も使わせていただいて、これで KC カップファーストステージ突破したんですよ。最終的に今このデッキだけ使ったわけじゃないですけども、15連勝くらいしたんで、まあ、多分このデッキだけで言うと多分まあ7、8連勝くらいじゃないかなと思うんですけども、まあ、簡単に言うと強いっていうことです。はい。しかもなんか、ハゲ使って終わらないマナ地獄っていうね、史上最強に気持ち悪いスキルを使って相手の嫌がらせをできるんで、それはそれで嬉しいということもありましてね。ぜひね、一度使ってみてください。めちゃくちゃ強いです。はい。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。すごくない？ 11 連勝してるんですけど、めちゃくちゃ強いんですけど、このデッキ。めちゃくちゃに強いわ。まあ、めちゃくちゃに強いっていうか、なんか分からん殺ししてるから、大体相手なんかもプレミしてくれるんだけど、まあ、俺も同じくらいプレミしてるんだけど、なんか相手もプレミしてくれるからギリギリセーフみたいな話はある。こういう時にね、ワンキルが取れないんだよ。一応セプスのギミックが入ってるとギリギリなんか何妨害とかできますけど、高校でダメージ与えられますけど、基本的にワナデッキなんで、ワンキルは取れないっていう。コズミックサイクルも強い。いや、サイクロンであれ除外するな。ボッチに試させてくれ。しかも当たりを引くな。そこはちょっとやばい。サイバーの子は死んだ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 敗戦ありがとうございました。まあ、一応融合持ってないかもしれないから、もうちょっとやるか。はいはいはい。サイバーの子オーバーグロー、オーバーグロー、なるほど。融合ないんですか？お、マジっすか？え、マジ、やったー、耐えたー。まあ今セットしたのはオーバーフローか。ってことはまあ融合サーチさせることになってしまうが、まあでもいいだろう。あぶれ、耐えた。コズミックサイクロン打ってコア召喚して何もしてこないサイバーってめっちゃ弱くない？めっちゃくちゃ弱いんだけど。おい、フュージョンサポート打ってから融合しろよ。もうそんなやべえサイバーいるのか。あんなのあんなの感動。フィギュアとかって出してますもんね。なんだろうね、コズミックサイクロンでも多分打ってると思うから、なんだろうね、あれ、あの感動わかんねえ。なんかあれかな、深淵の先行者とそっち系ですかね。で、サイバーネティックオーバーフローの効果で、融合を手札に加えることができる。で、まあ、このターン多分、まあ、使えないから、まあ、とりあえず普通に手札に入れるしかないと。はいはい、OK です。じゃあなんかね、そこらしようとしようかなんか聞きたいね。あ、セプターか。セプター、まあ一応セプターは出して、エクシーズしますか。セプター出して、でセプター召喚で、スローネ持ってくるよ。2体でオーバーレイですよね、これね。これ殴っていいのかな、殴っていいのかな。でも3000でしょ。殴ったら絶対融合されるのか。コズミック持ってたら撃ってるもんね。深淵の宣告者なのかな、わかんねえな。あの反動どうしよっかな。つくよみで2枚でローションが強いか。そこらし落とし穴とか引いておきたいよね、どっちかっていうと。まあ、魔法トラップもめっちゃ割られちゃうから、
ちょめんどくさいんですよね。これで突き読み守備にして、殴んないようにして突き殺しにいきましょう。で突き読み効果発動、手札を1枚墓地に送ることによってオーバーレイユニットと手札を1枚墓地に送ることによって2枚カードをドローしていく。あっ、セップスローは揃ったが、セップスローは揃ったが、セップスローは揃ったが、今めっちゃ弱いぞ今のセップスローは。ここのセップスローはマジで弱い。トラップカードが弱った。はい、セット、はい、セットですか。なるほど、守備なあこいつ、なんか死ぬほど弱いぞ死ぬほどに弱いぞ。なんだあいつは。ここでとりあえず雲陽の土蔵効果で前割って勝ちか。これ前割ったら勝てんだよ。あれなんだろうね、あれね、あれなんだろうね、あのセカード全然言えこしてこないけど逆に怖いよね、逆に怖いけど。でこれでぶん殴りに行こう。はい、なんもないんかい。おいこいつ、おいこいつ、融合しろよ。おいおい、融合しろよ。融合しないサイバーはさすがに弱いぞ。はい、13連勝中このデッキ最強か。このデッキをずっと使ってるわけじゃなくて、なんかあのグラディアルビーストとかも使ってたけどな。さすがに13連勝は最強だろう。しかもなんかセップスが揃ってるしよ、バンドに。トラップカードもちろん引く。スロー、ね、効果、特殊、はい、でからにワンドロー、で、デルタテロスじゃ間違えない、ウロボロス出してファンですよ。はいはいはい、ういベルズ・ウロボロスをエクシーズ召喚。ベルズ・ウロボロスのモンスター効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、お前の手札を1枚ランダムに選んで墓地に送るぜ。なんか強いの落ちろ、なんか強いの落ちろ。あーよっしゃリミットに落とした、強い援軍。なるほど、援軍は強いよ、援軍は強い。さすがに、さすがに援軍は強い。サイクロン、あ強いな、それもそれも強い。でも援軍抜いたぞ俺。まあ多分セットデルタセルってことは、まあ援軍からね、スクルーサープルとかアサシンを使って、まあハルバートキャノン出してくるやつだと思うんですけども、とりあえずこうやってあのバウンスすればいいんですよね。あんまりベルズ・ウロボロス最近使ってなかったから覚えてねえよ。オーバーレイント1つ使ってカードを1枚バウンスしていくという効果。はい、でセッター召喚する、でバトルフェーズ入るという効果。でこれでダイレクトアタックするという効果。はい、あれ勝ちかな、あれ勝ちかな、どう大丈夫かな。何あるじゃないですか、やりますね。いやーこれちょっとね、釣り天井が刺されそうなんですよね相手。釣り天井がやばい、やめてくれ俺の釣り天井を。よくもよくもやってくれたらてめえ許さねえ。いやーでも1枚から展開できないでしょさすがに。1枚からは展開できない多分さすがに。よし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 、弱い弱い弱いよし、ハンデスが強い。やはり援軍は強かった、やはり援軍は最強、やはり援軍は最強。ういはい、14連勝、神ゲー。さあお相手の方スリーちゃんじゃん、珍しいね、スリーちゃんあんま当たらないですよね。マジで心拍誰一人使ってやるの。マグネトーリアとあのなんだっけ、ゴルゴニカーディアンは使われてるけど、マジでオーパーツ本当に見ないから、誰一人使ってないよね。マジで誰も使ってない、ほんと誰が向いてんのっていうねマジで実況者以外マジこのゲームやってないんじゃねっていう説もあるよね。ボットの実況者以外マジでこのゲーム誰一人やってないっていう説もある。さあオーパーツアトランタル来た来た、オーパーツアトランタル、やばいこれライフ半分か、やばいライフ半分まだ4000だ、強い、やべライフ半分だった、いったいった許さねえ。反目の従者、反目の従者やばいぞ。えどういうこと、あっ装備魔法嘘だろ嘘だろ嘘だよ嘘だろ、何このゲーム